内のマーシャルに預けて、ショットクロックは5秒の中で、さあ山本、ここからのスリーポイントを狙ってきます。マークヘンリーのスリーポイント決まりました。ここが空いて、今度はペイント内に入っていく中でのマーシャル、いい合わせしましたね。ここはターンオーバー、ね、連続得点ジョシュ・ホーキンソン。そしてこちらマケンリーから、そうですね、高さを生かしたパスでしたよね、はい、今のも。これが、まあ、ターンオーバーからの三河失点ということになりまして、狙ってきた、スリーポイント決まっているジョシュ・ホーキンソン。新州のこの守りというのが非常にうまく機能していまして、なかなか動くことができないかというところで、高いホーキンソンでした。こちらでいいブロックでしたよね。これ高い三河のディフェンス強度上がってきましたね。どうだ、打てるか、打ち切った、決めた。いや、24秒しっかり使っていきました。花丸ガードナーとボールを渡ってガードナーがフェイントでしょ、あ、これも引っ掛けた。信州はここは守ってアウトナンバーから持っていく、ファールもらってバスケットカウント。やっぱパワーあります ね、ここ押し込まれなかったですから ね、ここからホーキンソンが持っていたというプレーでした。長野空いたパッドだ、これもよく守った。三河も通そうとはするんですけどね。そうですね、大崎持っていく、大崎もこの後半の入り素晴らしい。花丸のところちょっとボールが落ちてしまった、それならばというところで狭いところを通していってペイント内やってガードナー、ここもボールが手につかなかったか、ここはファールになります。大崎にボールが渡って大崎が空いた、そうですね、こういうドライブですね、これですか、はい、この最後どうなるでしょうか、このポゼッション。あ、打ってきた、うまくリバウンド取りましたね。そして信州もここは引っかけましたが、また三河が拾う。もう一度ホーキンソン、中に行けるか、行かせませんでした、三河の守り。しかし外から今度は狙ってきた、信州もついていく、スリーポイント三井。信州ボールを運んで持っていった、強い、マッケンリー持っていきました。このガードナーがまた押し込んでいくのかどうか、長野へ、そのガードナーがペイントで、長野が自分で持っていく中で、ここはしっかり信州守った。藤田ヘッドコーチはフロントコートを選択して、ここからそうですね、ここはもう打ってくる、この精度が最後まで落ちません、山本エドワード。